カイ60型引き伸ば式、ダーストは、ジュリアス・ダーストとキルバート・ダースト兄弟によって1936年に設立されたイタリアの映像機器メーカーである。引き伸ば式メーカーとして有名で、ピークの1979年には10万7000台を販売したが2006年に製造を中止している。日本への輸入代理店は、極光学工業が務めていた。少数ながら、 カメラも製造していた。現在はこれまでのノウハウを集約させ、ワイドフォーマット UV インクジェットプリンタにそのクオリティは受け継がれており、高い生産性と高解像度を兼ね揃えて、独自路線を進んでいる。プリントヘッドやインクなど、通常は OEM 供給で構成されることが多い中、自社で開発を進め、VOC 排出ゼロの環境インクなど、先進的な展開を図っている。また、 業界に先駆けて、大盤の段ボール資材等を1時間あたり600平方メートルのプリントを実現し、無人搬送設備を前後に取り付けた連続生産モデルの老船をドルピ2012で発表し、世界中から注目されている。日本にはあまり知られていないが、建材、ガラス、テキスタイルへのプリントビジネスも拡張しており、 プリントビジネスの新たなマーケティング戦略にもたけており、欧州を中心に実運用展開がすでに始まっている。日本では UV インクジェットプリンターの展開を始めて、以降は日本製図機構業が輸入総代理店を務めている。ありがとうございます。